いやお疲れ様でした。いや FWJ のスタッフの方もね大変だったんですけど、すいません、なんとかね最後ねコロタン君優勝できて、それを見届けることができて嬉しかったです。もう今年出たらね何年かもう出ないっていう話だったんで、ちょっとねこれはと思って、急遽来た感じなんで、あとまあ友帰りでこのまま帰りたいと思います。これだけが目的でした。あとは完璧フィットネスチームに本当に行きたかったんですけど、10時で今回閉店、リニューアル前にね行ってちょっとねトレーニング動画撮りたかったんですけど、ちょっと今日厳しそうですね。またちょっとね次回に以降参加したいなと思います。リニューアル後ね、じゃあ失礼、またね、バイ。いや綺麗だね、ネオンがね。あ、なんかスマートフィットとか書いてあったね。ちょっとだけ行ってみよっか、トレーニングしたくてうずうずしてます。ちょっとねプロタンクのねトレーニング、フィットネスじゃなくて大会、オーバーオール優勝でね感化されたんで、ちょっとトレーニングね今日はここでちょっと覗かせていただいてしたいなと思います。あ、スタッフがいないのは24時間、残念。ちょっとね還暦フィットネスもねちょっとこの時間閉まっちゃう直前なんでちょっと行けないんで、ビジターで本当に行きたかったんですけど、ちょっとここ行けないんでここにしようと思ったんですけど、ここもスタッフいないんで無理っぽいですね。まあ明日やっていきます。では、いや三好ね、三好で三里か、三里、ごめんなさい、三里でねこんなプロタンのね初優勝見れると思わなかったな。いやいい思い出になった。お疲れ様でした。はあ、ロッテリアのバーガー食べたかったな、久々に。11時過ぎると閉店なのかな。腹減ったな。でもプロタンはもっと腹減ってんだろうな。それ思ったら平気だな。
でかくなりて、プロタンでかくなりて、プロタン。